うにょ、にょ、うにょ、うにょ、なんて、わかんないよ、それわかんないわかんないわかんない。それわかんない。人間界の俺にはその選択肢の意味がわかんない。令和に入って初めての実況プレイがこれ。いいのかな、本当に。本当にいいのかな、このところで。俺は、これはそういうゲーム実況プレイ人生でいいのかなってすげえ、まあ、なんか悩んでるところだけど、本当に記念すべきだもんな、本当に。言語が変わるなんてなかなかない、もん。だって、平成だけでも30年に一度っていう感じでしょ？もう昭和で言うとまあ60年。なんていうの、めったにない、本当にその今年初とかじゃない、本当にめったにない、この、言語を変更という、この、令和初めての実況プレイが、このゲームっていうね。おめでとうございますはい、というわけで、今回は、こちらのゲーム、誤解というね、ゲームをやっていこうと思います。で、あ、ちょっとね、あらすじとかなんかそこら辺は、なんか結構多分短いゲームだから、あえて読みませんでした。というわけで、今回この誤解というゲームを、やっていきましょう。でね、僕も、耳がね、これちょっと、まあ、なんか音があるかなと思って、今このオープニング音ないんだけど、このゲーム、今タイトルのとこね。音ないんだけど、これ、もしかしたら、初めからと押したらなんか音出てくるかなと思って、ちょっと音量調整しようかなと思って、一瞬だけポツって押したんだけど、その時にフリーゲームあるある、めっちゃ音量でけえに、見舞われましてですね、耳が今完全に死んでるんで、よろしくお願いします。というわけで、行きましょう。初めからやっていくぞ。もう5択を並べないで、どんどんやっていこう。もう、俺ね、このタイトルでね、これ話しすぎる癖があるから良くないね、これね。もうすでに話しすぎてるから行くぞ。はじめから行きます。行くぞ。よし、気持ち悪い。はい、早速気持ち悪い。よよよ。結構ね、なんか虫とか苦手なんで、ちょっと、まあでもこれ結構、まあ、ポップな、まあ、デザインというか、まあそういう感じなんで、まあ全然大丈夫かな。よよよ。す。雑な手が出てきたな、この雑な手が。親指がどっちかもわかんない、この難しさ。うにょ、にょ、うにょ、うにょ、なんて、わかんないよ、それわかんないわかんないわかんない。それわかんない。人間界の俺にはその選択肢の意味がわかんない。難しい、難しい。最高難易度、このゲーム。いくぞ。じゃあ、とりあえず、まあ、この、は、この、なんかこの手が何なのって感じだから、まあわかんないから、そこはまあ疑問系で。なんだその手はっていう意味を込めて、うにょ。え？うにょー！何？うね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 。また家族が減った。え？何？バッドエンド？早速バッドエンド？今の。なんだよ、それ。急にバッドエンドされてもわかんねえから、それ。マジそれ。マジそろそろ雑なバッドエンド。わけわかんねえな。よし、行くぞ。じゃあ、とりあえず今の、これ選択したらバッドエンド入るんで、で、なんかあんな感じ、魚の餌にされてんのかな？ということは、これは魚の餌にされちゃうのか。うん、悪い方向だと。悪い方向に行ってしまうと、魚の餌にされてしまうと、いうことが分かったんで、じゃあ今回はどうしようかな。じゃあ、ちょっとこう、好奇溢れる感じで、楽しさを出していく感じで、こいつこんなに楽しんでるのに、こんな楽しんでるやつを餌にするのは良くねえな、みたいな。そういう意味合いを込めて、まあ、元気なとこ見せていこうってことで、うにょ、にょ、あ、は、お、うにょにょ、うにょにょ。誤解は必死に逃げた。雨が降った日も、太陽が暑すぎて干からびそうになった日も、誤解なのに人間に急いで誤解された日も。二つのギャグを入り混じめてるね、これね。誤解なのに誤解と、急めっていうとこだね。すごいなんか高難易度だわ、うん。どんな時でも逃げた。限りある自分の人生が、寿命が長く続くように。弱者はずっと逃げることしかできないんだ。弱肉強食の世界だね、これが。怖いね、やっぱり人間界にはね、まあ、多少なりともね、その強弱はある、あれども、弱肉強食っていうほどのなんか恐ろしさはないからね。まあ、これがまあ、この自然界の、まあ、特有の恐ろしさというか、うん、人間界にはない恐ろしさだよね、これが。うん。そしてやっと、海の底までたどり着いた。まあ、動物界はまあ、その上下関係っていうものがない、かもしれないけど、まあ、この、なんか、なんて言うんだろう、まあ、この生物での弱肉強食というか、もう本当に食われる、食う食われるの生死の問題なんだね。まあ、生死ってそっちの意味の生死じゃないよ。生きるか死ぬかね、これ。誰も勘違いしねえって。そしてやっと海底、海の底までたどり着いた。おお、やっと安全な場所まで来ることができた。お
ここで一人で幸せに暮らすんだ。誤解はそう思った。誤解語で言うところとこうだ。にょ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 。これ勉強になるわ、これ誤解語の勉強になるね、これ。このゲームすげえ、めっちゃ勉強になるじゃん。これおすすめだわ。スピードランニング、覚えておけばきっと誤解と話せる日がそう遠くないだろう。なるほどね。もう忘れたけど、あ、終わった。逃げろ、うにょーん。これ逃げろって意味なのかな。あ、やべ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 って意味だったわなんかちょっとしたいたずらが先生にバレた時みたいな、うにょにゅーうにょーっていうね。オッケー、わかった。俺もそう、今後そう言っていくよ。なんかちょっとしたいたずらが上司にバレた時とかにそう言っていくよ。俺磯目派なんだよな。お、助かった、よかった。あ、おおー、オッケーオッケーオッケー。チェ、フーか、チェじゃねえんだよ。完全復活、うにょーん。あ、フグかって言われて、お前を求めてねえよって感じで追い返されたんだ。うわー、やばいやばいやばい、このままじゃ食べられてしまう、まずいぞ。あ、マジ、そこで選択肢、ちょっと待って、これセーブできないの。できるじゃん、めっちゃいいゲームセーブ機能があるゲーム俺大好き大好きだよ俺そのゲーム。よし、行くぞ。まあ、さっき基本的に一番上が結構いい感じで進んでたから、もう一回ちょっと上の感じでいこうかな。それともこの魅惑のうねうね、これ多分なんか魅惑のこのスタイル、ボディをこの魚に見せていって、ではこう、まあなんかお幸せに暮らしましたとさ、ちゃんちゃんみたいなこの世の中を目指していこうみたいな感じでいいんじゃない。このうね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 、これでいこう。いくぞ、せーの、おい、うね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 。あ、そしてまた家族が減った。おー、いえダメじゃん、やっぱ基本的に上なのかな、こっちかな。よし、うにょうにょ、あ、女の子、うにょ、なに、誰、あ、5回メスが5回オスを助けてくれたおかげで無事食われずに済んだようだ。どうやったんだお前、5回メス、お前の力はなんだそれ。普通2人まとめて食われるとこじゃないのそれって、なんで大丈夫だったの不思議すぎるでしょ。うにょうにょ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 、うにょうにょにょうにょうにょ、もしかしてこれあれか、人間界でいうプロポーズか。うわ、これ、おおおめでとう、おめでとう、5回お、そしてそれから2年、あ、これあ、これ子供が生まれたらピンクと黒が綺麗に混じって赤色になったんだね。あ、いいじゃんいいじゃん、あ、間違えた間違えた、いいねいいね、うにょーうにょーうにょー、みんな元気に楽しく暮らしています。普通はどんどん家族が減っていくのに、今回は家族が増えたようです。よかったよかったよかった、こうしてみんな、え、こうして家族みんなで幸せに暮らしたとさ。おわー、ハッピーエンド、誰が求めたこのハッピーエンド。じゃあ、だって気になるから、気になるから一番最初の選択肢のなんかあったよね、一番最初。いや、このうにょってやつ、これちょっとやってみるか、気になるわ。ちょっとこうなってくるとちょっと気になるわ、展開が。うね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 同じかい